皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、B'z の Don't Leave Me についてお話しさせていただきます。では1994年の発売ですね。94年ですか。ですね、もう25年以上前ですね。いやー、夏いですね。懐かしいですね。非常に暑いです。この頃はなんかちょっとビーズがあの暗黒期って言われてたらしくて、はい、ちょっとなんかまあ、あそうなの？なんかね、売り上げとか人気度がちょっと落ちたんですよ。ぶっちゃけ。当時。あ、そう。セブンスブルースでかなりその自分たちの色を出したというか、ブルース色が強かったからっていうのもあって、はい、ちょっと落ちたんですよ。ファンがちょっと離れたみたいな。あ、そんなイメージないんですけどね。ないんですけどね。そうで、また95年のルースでまあドカーンと行くんですけど。あ、そう。かなりだから、まあセブンスブルースの作品、はいはい、でまあ確かにちょっと暗い、なんか色がやっぱ濃いかなと思いますけどね、あの曲アルバム自体は。あ、そう、うん。まあそこでちょっと暗黒期って言われてた時に出したこの Don't Leave Me がですね。あ、この自体曲自体はもうすごく最高のね、まあ、バラードで。そうですね。そう素晴らしい作品ですけど、ね、そうですよ、はい、でもイントロのあのなんていうんですか、あのブラスバンド、あ、そうですね、そうブルースハープから、はい、ジャジャジャラジャラジャララからもうドラムのね背中いっぱい一回パンって入るんですよね。そうパンダンダンダンって入るんですよね。そうもろになんかこう洋楽をちょっと意識したのかなってぐらいのなんか、いや本当そうですよ、うん、雰囲気のね曲で、すげえ。だからそれこの Don't Leave Me、まあ、もちろんシングルじゃないですか。シングルですねこれは、うん、それまでこういう感じの曲なかったと思うんですよね。多分そうですね、結構珍しい、ね、うん、そうですね、感じでしたよね。よりこうブルース色をそのあたりやっぱ強く押してたのかな。そうですね。だからイントロそのブラスバンドとギターですよ、やっぱそのマスモスさんの、ね、はい、ギターのリフがものすごくなんかマッチしてるというか ね、 そうだね、ブラスバンド感は、うん、だいぶ強いですよね。強いですねこれは、すごかったですね、はい、このね、はい、じゃ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 の後ですよね、はい、松本さんのほら、あのクリーな音がアルペジオが、そうアルペジオが、あれがまたいいじゃないですか。最高です、まあ、哀愁がすごいです。出た哀愁ブルースですからね。でそこからだってもうほぼほぼあのボーカルとギターだけじゃないですか、もう、メロから最初はそうですね。そうです、ね、そうです、はい、惜しくないでね。歌詞が、俺はこの曲はもう歌詞だと思うんですよ。完全歌詞ですよ。あ、まあちょっと歌詞歌詞をに言わせたらもうね、いやもう歌詞はもう絶対フューチャーしなくちゃいけな い私よりね。そうなんかそうだからそのこの曲だから、その Don't Leave Me って要はそのまあ離れてかないでよみたいな、一人にしないでみたいな意味なんですけど、でまあ要は惜しくないみたいな、最初の惜しくない、そう、君を失っても本気で思ったって言って、まあそこは結構余裕な感じじゃないですか、主人公は。そうですね。そう、まあちょっと今回ね、私もねちょろっとまあ後々ね、はい、こういう詩に関しては、あ、本当ですか、思ってることはあります、ね、そうだから、出だしはまあそういう感じでね。そうですね。そう簡単なゲームオブラブとか言ってるじゃないですか。あ、簡単なゲームオブラブ、愛のゲームだと、はい、コイン一つで肩がつくなるとかって、はいはい、なんかまあやっぱお金ですかね、なんかこうお金、あ、まあ、お金で、あ、まあ、どっちかというとまあそういう真剣なね、うん、そうそうそう、あれじゃなくて軽いね、まあ、軽い感じがな、お遊びぐらい、お遊びっていうのみたいな、そう珍しい感じですよね。そうでそれでサビに行くじゃないですか、はい、でサビでドントリーミーですからね。そうですね、ちょっと全然話変わってんじゃねえかみたいなね、だいぶ変わってますよだいぶ変わってますね惜しくない君を失ってもって言いながら離れないでみたいな、置いてかないでとか言ってる上でも、お前今までどこ行ったんだよ、エメロの人間いう内容なんですけども、こうあのね、入る直前のあれですよ、ダンとかダン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 って、ドラムがね、ドラムね、そこから盛り上がって、ダンレールメールバーダ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 ー、誰もいないとかって超受けましたけどね。ここであれですよね、全然松本さんのあのピックのこれ入りますよね。入りますよ、じゃーん、パワーコードでキャンゴー入りますよね、もうキャーン、うん、じゃーん、そう、もうかっこいいですよね。でサビもね、このコーラスがちょっとちゃんと入るじゃないですか。はい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 、それがねまたね盛り上がってね、素晴らしいですね。そう、うん、後ろの楽器隊とね一緒にね、そうやっぱそのブラスバンドがね、そう、ま、入ってきて、一気に音の厚さがそうなんですよ、増していく、はい、まあすごいインパクトですよね。
だからその A メロで言ってることとサビで言ってることの違いが俺はもうめちゃくちゃだなこいつの話が、ね、どうしても歌詞なんだな。そう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 、もう歌詞と結びつけずにいられないでしょこの歌は。ちげえみたいな、どこで心変わりしたんだぐらい感じでしたけどね、聞いてて。あと 2A メロですね、はい、思い出はいつもじゃ、ね、そう、じゃ、あ、一緒ですね。そうですね、クリーンのギターがちょっとね、ちょっと入ってきて、そう、うん、で、その、うん、綺麗な花びらみたいのところ、そう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 、その頃ギターですよ。ギターですよね。そこのピロロピロロ、まあ、ピロロピロロですよね、いや、それはもう素晴らしいですよ、ね、それはもうたまんないですよ、ね、松本さんって感じですよ、そう、間抜けな心です。こんなに胸が痛いのにいつか忘れるなんてっていうこのフレーズ、この歌詞も最高じゃないですか。あ、そこね、こんなに胸が痛いのにいつか忘れるなんて、ジェ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 、似たようなこと、ジェジェジェ、こっから激しくなるんだよ、繰り返してジェジェジェ、一体どこにたどり着かなかった、ジェジェジェ、タカタカタカ、このシャウトも最強だね。稲葉さんのシャウトと最高ですね。ドラムですよ、ドラムですね、タカ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 っていうね、この十もうなんつうブラスバンドがこれからでかくなるんですよね。そうっす、そう、一気にこうなんか前に出てくるんですよ、もっともっと前に出てくるっていう感じがあって、一気にこうなんか厚みが出てくる、そう、厚みが出ててね、そうそうそう、盛り上がりがねマックスに達してるんですよね。これはもう最高ですね、はい、C メロ。あとは皆さんのそのさっき言ったシャウト、テレミーベイベーがシャウトね、はい、いやーやっぱ最高だね、日本一だねと思いましたね、私はこれ日本一になっちゃった、日本一ですね、早いね、やっぱ稲葉コーチ日本一だわ稲葉さん最高だなみたいなまあ非常にこう、そうか、その後ギターソロか、そうギターソロですね、じゃ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 じ裸に上着かな、裸でレスポールでしたっけ、なんかあの裸にレスポールだったっけ かな、どっちだったかな、よく覚えてないけど、そうそうそう、あの この場所でだよね、そうそうそうそ そう海外、アメリカかどっかとか、そう、なんかレスポールでしたね、稲葉さんがめちゃくちゃロン毛だったから、あ、そうだね、2人ともロン毛だったっけ、2人ともロン毛ですよ、そう、松本さんはもともとロン毛だけど、あ、まあね、あ、そうそうそう、稲葉さんがもう色気がすんげえロン毛だったな、そう、でもちょっと話戻るとギターソロですよね、そうですね、そうそう、熱いっすよね、まあ、いやそうで、このねギターソロの、うん、終盤でさ、ちょっと稲葉さんのちょっとシャウトが入ってます、ね、ありますよ、そうそうそう、うーいや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 、そう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 、後半ですね、そうそうそう、すごい盛り上がって、そうあれがね、そう後半に向けてのね、そう非常にまたいいスパイスよね、いいスパイスですよね、またここで入ってくるわけですよ、でまたサビに戻って、そうですね、ここですよ、ここドレミダダダダダダダパーンですよ、もう半音ずつこう下がっていくやつがもう最高ですねもう最高でしょ、もうそう、もう上がる一方なんで、上がる一方ですね、この曲は、そう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 、誰もいないですよ、ま、僕を包んでくれるのは君以外いないようですけど今日はさすがに語りましたね、もう新体制はね、まあそれはもうね、もう私はもうビーズ大好き人間ですね。ファンクラブ会員だからね。ファンクラブ会員です、はい。いやもういいよね。なんかこのやっぱ歌詞がいいよね。うん、すごいもう A メロの余裕がもうどこへ行ったんやってぐらい。未練タラタラですよこのとこ。あそこだけだからね、静けさはね。そう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 。最初だけ。そう。あとはもうひたすら未練タラタラの、ね、歌詞ですから、ね、最高です。でまたアウトロでね。はい。あのイントロの時のね、そうですね、でででブルーサープですか、そうブルーサープ登場してね、登場して、そうそうそう、でで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 閉まるよ、閉まりますね、折れますよね、あそこブルーサープのところがライブだと、あの稲葉さんがシャウトになってるんですよ、あそう、そうなんですよ、そう、でもあそこはブルーサープの金にも稲葉さんがもう鬼のシャウトですよ、もうシャウト祭りですよ、ね、シャウト祭りってやばい、シャウト祭りですよ、あれは本当圧巻ですね、すげえわみたいな。すがや私のね、はい、ちょっと詩の話になっちゃいますけど、ええ、私が詩の好きな、詩で好きなところはね、はい、
まあ、A メロでね、はい、まあ、さっきちょろっと出ましたけど、はい、もう惜しくない、君を失っても、はい、で本気で思ったって言ってるじゃないですか、はい、でまあ振られたのかどうなのかっていう、まあ、私の中で疑問なんですよね。なるほど、勝手なね、どっちなのかっていうね、まあ、ただ惜しくないって言ってるんで、うん、まあ、別にいいよっていう、まあそんな感じですか、感じ振られてもね、うん、そんな感じなのかなっていうのと、うん、まあその後ほら、うん、まあ、いい気分で坂を転がってるわけじゃないですか。まあそうですね、転がりつって、だからなんか喜んでんのかなみたいなね。なるほどね、まあ、まあそうしたら強気な感じですよね。そう、それはなんかそうです、ね、ちょっと思っちゃったんですよね、うん、はい、まあ、どっちなのかなっていうのはちょっと分かんないけど、そう、なんかそれがちょっと面白いなっていう、うん、まあ、でもいい気分で坂を転がってったらいいけど、地獄の地獄への入り口だったって、ね、地獄へたらゴロゴロ転がってったっていう話結局はそうなんかあれですかね、振られたけど、そうそう、でもね、うん、確かにあるそういう時ありましたよ僕も。あ、振られたけどほら、はいはいはい、なんか、うん、あんま、まあ、まあしょうがないかなみたいな、しょうがないかなみたいなね、そうそう、あ、確かになんか俺もあったな、そんな、あるっしょ、あったあった、あ、3日ぐらい結構平気なんですよね、ちょっとちょっと悲しいけど、そう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 、まあなんかね、うん、不思議な気分っていうかさ、そう、まあ仕方ねえかなと思ったけど、なんか3日4日ぐらいしたらなんか急に苦しくなってくるみたいな、あれなんか、あ、そう、あれなんか何だろうこれみたいな、急に寂しくなって、そう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 、いやもういいんだよ、うちらの話はいいんだよ、勝手だよな、本当に勝手だわと思うそうっすね、まあ、私がね一番好きな詩はね、身を切り血を流して、はい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 、ラストかなこれ、ラスト、そうですね、身を切り、そう、身を切りいいと、自分流しても、いいですね、癒せないペイン、癒せないペイン、痛みこのね、いいですね、身を切り血を流してもっていうこの言葉だけ取ると、うん、まあ、結構過激っていうか、まあ斬新な感じがね、うん、するんでね、結構印象的だなっていう、そうですね、うん、いや癒せないんですよ痛みはね、そうなんです、結局そうなんですよ、でもその痛みはいつか忘れるなんてってこう見さびで言ってるわけじゃないですか、そうですね、こんなに胸が痛いのにいつか忘れるなんて、そうなんです、まあ、忘れるんだよなって思ったら結構リアルな感じですね、そうそうそう、だからこれ稲葉さんの生活感が溢れた、まあそうですね、そうそう、歌詞が最高なんですね、稲葉さんの詩はこういうなんかちょっと、うん、身近にっていうか、あ、まあそうですね、そう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 、感じられやすい、うん、そうそうそう、とこがいいですよね、いいですね、うん、まあ、一つのやっぱビーズのいいところですよ、うん、素晴らしいところですよ。 HT ラジオでは皆様からのご意見ご感想、またビーズでリクエストがございましたらどしどしお待ちしております。まだツイッターもやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。